おはようございます。今日は3月13日金曜日5時57分の相場解説になります。今日はね、1時間とそれから15分だけ見て解説していきますね。これまず1時間なんですけども、窓埋めの後、私はねこういうふうな仮説を取りました。この窓をねトンネルみたいにして、こういうふうにですよ、横に線引きますよね。そうするとこのトンネルの中を収束していった後ブレイクするんだよっていう話をしましたね。で、収束していって、で、昨日ブレイクをやっぱりしたわけですよ、ドーンと。っていうことは、このブレイクした瞬間にそっちの方向、要するに売りの方向についていけば、まあ、利確は実現したわけですよね。で、その後なんですけども、私はね、このトンネルの下のバーをね、ここの力点を、起点にして、あと下で展開すると思ったんですよ。104円から103円、102円のあたりが、まあ、主戦場になるかなと。まあ、もうちょっと言ったらこの辺ですね。この辺で推移するかなと思いました。で、深夜の間にですね、どうなったかというと、この辺でぐにぐにとね、推移してくれれば、ああ、なるほどなと、自分の思った通りだなと思ったんですけども、そうではなくて、急騰してですね、そして、まあ、私の思わぬ方向に動き出したということなんで、ちょっとこのトンネル理論はね、検証していきたかったんですけども、そんなに当てにならないかなというところでございます。ですので、ここで考え方を改めて、自分の仮説のうちトンネル、窓埋めの後のトンネルってのは、まああんまり考えない方がいいかなということで、今一つね、記憶に留めておきます。じゃあ今後はですね、どのように動いていけばいいのかということなんですけども、これは分かりません。分からないんで無理をしないことですね。こういう時はむちゃくちゃ適当にですね、こうなんだ、ああなんだっていうふうに論ずることなく、あ、これは自分では分からない領域だなと、仮説を立てたけど外れたなっていうふうに、ちょっと覚えておかないといけないですね。特にトンネルとか窓埋めとか、私が勝手に作ってるやつなんで、先週か先々週お話したスフィンクスみたいにね、その通りにはならなかったわけなんですよ。だからこれはちょっと忘れた方がいいかなと思いますね。ただまあ、窓埋めはね、やっぱあるなと、そろそろ思っときましょうか。窓を開けた後って、やっぱり窓埋めが来ますよ。だからそういうふうに考えながら、この辺をね、取れたんだなということなんですよね。じゃあちょっと15分見てみましょうか。15分を珍しく見ていきます。15分を見て何をするかというと、ここもね、ちょっと検証なんですけども、そうですね、ここら辺に、まあ、力点があるなと考えたときに、これですね。これがね、だからこう、こっちの方に行くんじゃないかなと思うんですよ。わかんないんですけどね。なんせね、1時間でちょっとこう暗中模索になっちゃったんで、それよりも買い足でどうこうって論ずることがなかなか難しいんですよね。じゃあ、今何を言おうとしてるのかってことなんですけども、この力点何かなっていう、このね、長い楕円で書いてる横長の棒って何かなっていうと、なんか重心とでも言いますかね。このチャート図の大体どの辺に寄ってきてるのかなってことなんですよ。そうなんですよね。上の方に行っても、この長いね、横長の棒の中に入っていくし、下の方に触れてもやっぱりこのね、中心の重心とでも言えるようなね、横長の棒のとか入っていくしって感じなんですよ。とすれば、今後上に行こうが下に行こうが戻り始めたら、ここまでは買いなり売りなりで入っていけていいんじゃないかなっていうふうに考えるんですよ。でも、エントリーしないですよ。エントリーしないですけども、ぼんやりそう考えるんですよね。で、ぼんやりそう考えてきたことが、あ、本当にそうなったかなっていうふうに色濃くなってきたら、エントリーポイントを探したりとか、その時初めて記憶の中からダブルトップがあるんじゃないかなとかね、サンバガラスがあるんじゃないかな、空風出てないかなとか、包み足じゃないかなっていうふうな材料をはじ拾い始めると。いうふうな、ちょっと、ね、言ってみれば逆算方法ですよね。自分が立てた仮説に対して、今までの先人たちが残してくれた法則が当てはまるのがいくつあるかなって見ることなんですよね。通常は違いますよ。通常はこのロウソク足をいっぱい見る中でですね、先人たちの作ってくれた法則がどこにあるかなって見て、その後で値動きを確認してですね、エントリーポイントを探すって形です。まあ、そんな感じですね。はい、まあ、かれこれですね、私も3年以上この相場解説をやってきて、多い時には1日にね、10回ぐらいの動画をアップしたことがありました。10回アップするってことは、全部撮れてるってことなんですよ。で、アップの回数がね、やっぱり1日に
1回っていう時はあんまり自信がある時じゃないんですよね。とは言っても、あの動画にできてない私のね取引ってのはもう無数にありますんで、本当に皆さんにね一日中時間があったらずっと見ていただきたいぐらいです。1年目は1回も勝てなかった、うん、わけなんですけども、2年目に400数十万、432万だったかな、買って、3年目に、まあ、800何十万かだったんですよ。まあ、ざっくり見て、この3年間で、1年目はね、全然儲かんなかったんですけども、マイナスぐらいだったんですけどもね、3年やってきて、1200万ですね、FX で。どうですかね、3年やって1200万だったら、まあ、初年度はね、どっちかっていうと、教材費の方がかかっちゃったんで、100万円ぐらい。マイナス100万と言ってもいいですよね。GWBS って与沢坪さんの塾と、それから仲間のトレーダーのね、コンサル受けましたんで、2つともお金かかりました。でも100万ぐらいかかったんですけども、その後の2年で1200万。やっぱただみたいなもんですね。100万っていうのが、今思えば。で、1200万稼いだということは、3年間で平均400万でしょ。で、多分これから、実績が2000万、3000万って伸びるとは何とも言えませんけども、私の勝率ってのは4対6を目指してますんで、4対6を維持することを目指してますんで、多分1000万いかないぐらいで、毎年毎年 FX の成績は推移するんじゃないかなと思うんですよ。まあ、それでいいかなというところですよね。それでいいでしょ。それ以上は別にね、ちょっとずつ上がっていけばいいかなと、思いますよ。やっぱ FX って力がつくと、その力のまんまその後もずっといけるっていうのが、まあ、魅力かなと思いますよね。それでは本日の相場解説というよりも今週の相場解説は以上です。ありがとうございました。